안녕하세요가오리입니다はい、ということで、雨です。私ね、基本的に雨の日って撮影しないんですよ。なんでかっていうと、傘持って歩くのめんどくさいし、濡れるの嫌だし、髪の毛とかまつげとか巻いたりとかあげたのが全部落ちちゃうのですごい嫌いなんですよ。家の中で雨の音聞いたり、車の中でこの雨の音聞くのはすごい好きなんですけど、雨が降る中外を歩くとかマジで論外ぐらい本当に大嫌いなんですよ。もう私が嫌いっていう理由もあるし、なんか雨の日のお店までの道案内とかって分かりづらいじゃないですか、ちょっと暗くて。だから基本的に雨の日撮影しないんですけど、今日はね、完璧に準備して外に出たら雨でした。はい、ということで皆さんおはようございます。現在ね、朝9時でございます。今日はまあ久しぶりに朝早いんですけれども、何の動画かと言いますと、皆さんの大好きな新商品動画でございます。新商品食べ歩きですね、はい。まあ、最近ね、コンビニ新商品とか毎月やってるんですけど、まあ、ちょっと久しぶりな感じの新商品食べ歩きではないかと思います。ですね、今回新商品食べ歩きのお店のリストとしては、最近私がハマってるサイコだけど大丈夫によく出てくるチェーン店カフェの一つ、エンデリーナス、それから夏といえばアイス、サーティワンアイスクリーム、それからね、日本にもあるファーストフードチェーン店ロッテリア、そして最後はみんな大好きなミョンランハットグ、まあ、この4つからは新商品が出たということで、今回7月の新商品食べ歩きやっていきたいと思います。ちょっと今よだれてそうなっちゃった。それでは始めていきたいと思います。じゃん、エゴだ。ということで、こちらが今回エンジェリーナスから出たチェリー特集の中の2つです。飲み物の方がチェリーボンボンエイド、パンの方がチェリートゥンプセッコントーストでございます。私的にはジャムっぽいチェリーが乗っかってるかと思ったら、もうね、何、本当のフルーツ屋さんにある、はい、私の大好きなタイプのチェリーでした。飲み物の方が5900ウォン590円ぐらいで、トーストの方が8500ウォン850円ぐらいです。カップホルダー取ると、見て、めっちゃ綺麗じゃない？見てるだけで涼しい。可愛い中でなんかプカプカしてんのが。こちらの2つちょっと食べてみたいと思います。じゃん、見て、めっちゃ可愛い。じゃん、はい、じゃあこれとこれ食べていきたいと思います。こういう系のチェリーって高いんですよね。うん、うまっ。じゃあいただきます。パンこんな感じでふわふわです。あ、うん、うわ、普段じゃ絶対食べないようなメニューなんですけど、これめっちゃ美味しいわ。じゃあこっちのエイドの方混ぜていきたいと思います。見てて、はい、こんな感じです。かわいい。うん、美味しい。超アメリカンな味なんだけど、アメリカンといってもドクターペッパーほどアメリカンではない感じ。飲みやすい。アロエが入ってる。アロエなんか、なんかゼリーが入ってる。アロエじゃない、ごめん、ゼリーが入ってる。これなんかマジでスタンディングオベーションだわ。チェリーって聞くと結構外国の味っていうかアメリカンの味を想像して多分避ける人結構いると思うんですけど、これはね全然食べやすい。でパンにもチェリージャムみたいなのかかってて、これとこれの組み合わせがやばい。うん、うん、マジ美味しい。私も最近聞いた話なんだけど、韓国人ってさ肌綺麗じゃん。でそんな肌の綺麗な韓国人の中でも一番肌が綺麗な人って誰か知ってますか？果物屋さんのおばちゃんなんですって。でその理由が、果物屋さんのおばちゃんってお客さん待ってる時とか普通にお店番してる時に、自分のお店の果物を剥いてね、ひたすら食べてるんですって。果物ってビタミン C とかビタミン B とかめちゃめちゃいっぱい入ってるじゃないですか。それを毎日食べてるからなんか肌がすごい綺麗なのってってことを考えながらチェリーを食べる。
でね、私ぶっちゃけ今までエンジェリーナスってそこまでなんか別に大好きとかでもないし、入るカフェがまあしょうがなく近くにない時に入るけど、なんか別に好んで入ったりとかしてなくて、でも私今めちゃめちゃハマってるドラマがあって、サイコだけど大丈夫っていうキムスヨンさんとソイエイジさんっていう人が主演をやってるドラマがあるんですけど、その中にねエンジェリーナス出てくるんですよ、提供で。そっからなんかエンジェリーナスビーキになった。なんか私結構さ、ドラマとかに影響されやすい人間だから、2年前くらいにトッケビにハマった時はダルコムコーヒーにめっちゃ行ってたし、ただ一つ難点があるとしたら、チェリー食べた後になんか種を出すのがめんどくさい。じゃん、じゃあこれだ、フェンスアッシュプリン、日本語もある。おね、こうやって見るとランキングも出てる。じゃあこれカート、はい、3200ウォンです。じゃーん、はい、じゃあこちらが今回新しく出たフェンスアッシュクリームです。フェンスアッシュクリーム、難しいな。まあね、31は食べてみなきゃ分かんないとこありますからね、はい、じゃあ待って、アイスケーキめっちゃ可愛いんだけど。インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録をお願いいたします。じゃん、はい、こちらフェンスの、なんだっけ、フェンスアッシュクリームです。かわいい、何の絵だか分からんけどかわいい。なんかさ、そういえば誰か私のこの髪の毛の色見て31のなんとかみたいだねって何人かに言われたんだけど何だか何か忘れたはい、じゃあ、ね、アイス食べたいと思います。私あんまり31は来ないからさ、大きさの種類がよく分かんないんだけど、シングルレギュラーコップでフェンスアッシュクリームにして3200ウォンです。320円くらい。それではいただきます。黄色いなんかソースみたいな、なんだろう、黄色いソースが入ってるんだけど何かわかんない。ん、なんだこれ、美味しい。何これ、何味、何味か全然わかんないんだけどバニラと、なんだこの、何これは、あ、なんか硬いのが入ってる。なんかあのほら、インスタやツイッターじゃないや、なんだっけ、そう、 YouTube でめちゃめちゃ一時期入ってたあの丸いチョコのお菓子が入ってるっぽい。歯が折れたみたいな音した。いや、美味しいこれ、なんか結構さ、なんか31って好みが分かれる味あるじゃん。なんていうの、こうポッピングシャワーとかさ。でもこれはなんか誰でも好きな感じ。でも何味か分かんない調べるね。なんかこういうなんじゃん、何味か分かんないけど、なんか調べてみたら、あ、確かにこの味だみたいな、そうなりそう。ボルティーザーズじゃなかったし、ダイジェボール、ダイジェボールだって。ミルクチョコレートアイスが基本ベース、黄色のやつはシュークリームリボンだって。それからカスタードの味も一緒に出てくるみたいな感じ。まあそんな感じだと思ったよね。髪染めてだいたい2週間ぐらい経ったの。色落ちたんだけど、落ちたなりにさ、なんかパステルカラーになって綺麗じゃない？私がちょっとプラス思考すぎ？なんか落ちたら落ちたでなんか涼しい感じがしていいんだけど、思ったより紫がすごい残ってる。じゃん、はい、じゃあ皆さん大好きなブルランハットグでございます。はい、それではね、はい、入っていきたいと思います。チェグネのあったモンスターあったというか、ね、ガザガザで、で、じゃあこれがモンスタ
ープルハットグでございます。今まだ分かんないと思うんですけど、とりあえずめちゃめちゃでかいです。1個の中にカムジャティギン、エンジェルヘアチーズ、ナチョチーズソース、ハラピーニョソーセージ、チェダーチーズ、モッツァレラチーズが全部入ってます。しかもこれで2900円だからめっちゃ安い、300円しないということで、じゃあね、食べてみたいと思います。じゃじゃーん、めっちゃでかい、超でかいんだけど、やば、めっちゃ重い。食べていきたいと思います。どうやって食べたらいいんだ。美味しいわ、超美味しい。全部入ってるから結構重い感じかなと思ったんだけど、がっつり重いって感じじゃない。まあ確かに量はめちゃめちゃ多いけど、重くて食べられないとか気持ち悪くなっちゃうって感じはほぼないです。美味しい。ソーセージが最後に入ってる、これがハラペーニョソーセージなんかな。でこれのいいところはさ、こうなってんじゃん。だからこう先を食べちゃって、食べづらい時にこうここで押さえて、手を汚さずにさ、後ろの方を前に持ってくるっていうね。みんな気づかなかったでしょ。私も今気がついた。じゃん、はい、じゃあこんな感じです。새로나오는거설경화가요예예설경화가저희지금잘된거없으세요이제2店舗目です새로나온건아직안하나요예지금자재가없어가지고그폴더버거는언제부터예요폴더버거요예잠시만요고객님7시이후에하치킨만가능한아그래요 네, 네알겠습니다はい、ということでね、こういうこともありますよ。こういうこともあるっていうか、もうほぼ日常的にある気がする。本当は食べたかったのがこちらの商品になるんですけど、ハンバーガーっていうともう上下でこう挟まれてるのが当たり前だけど、これはこう挟んで食べるハンバーガーらしくて、食べてみたかったんですけど、まあとりあえず私がね、後々個人的に食べたいと思います。はい、ということでごちそうさまでした。ということでね、まあ、最後の最後までちょっと粘ってみたんですけれども、惜しくもね、ロッテリアのこう畳むバーガーはちょっとね食べられなかったですね。まあ今回は全部美味しかったから、なんかもうどれが一番美味しかったって言いたくないぐらいなんですけど、本当に全部美味しかったです。ということで今回は7月の新商品食べ歩きでした。今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지終わり。